西アフリカ、ガーナ。学校へも行けず、朝から晩までカカオの実を取っている子どもたちがいました。さっさと取れ、怠けるんじゃない。子どもたちが取っているカカオ、チョコレートの原料です。高さ10メートルの木に登り、カカオを取っているアペティ、11歳。僕はここで一生働き続けなくちゃいけないんだ。少年の宝物はたった1本しかないボロボロのボールペン。アペティの弟、6歳のコフィーも一緒に働いています。僕、学校に行きたいな。兄弟はカカオの実が何になるのか知っているのでしょうか。本当にこれが何になるのかな。ミルクじゃない。カカオの実がチョコレートになることも知らず、一生カカオ農園で働き続けなければならない少年がいました。コフィー、6歳。そんなコフィーが住んでいるのはガーナの首都アクラから車でおよそ5時間の町。この町の名産はカカオ。ここだけでもおよそ600ものカカオ農園があります。ガーナのカカオは世界中に輸出され、チョコレートやココアに加工されています。日本が輸入しているカカオのおよそ7割がガーナ産なのです。これがカカオの実。この実の種がチョコレートになります。農園の働き手の中心が子どもたち。高さ10メートルの木に登り、カカオの実を取っています。働けなくなった親を助けるために田舎から出稼ぎに来ているのです。そんな子どもたちの中に兄弟で働く男の子がいました。お兄ちゃんの名はアペティ、11歳。不安定な木の上で足元をぐらつかせながらカカオの実を取っているのが弟のコフィー、6歳。小さな子供にはとても危険な仕事です。彼らがこの農園に出稼ぎに来たのは今から2年前です。ほら、回して取るんだよ。カカオの実を取るには力を入れ、ねじり切らなければなりません。大人の力でも簡単には取れません。さっさと取れ、暴けるんじゃない。2年前、兄弟は母親と3人でこの農園を経営するおじさんを頼って田舎から出てきました。しかしお母さんは1年前病気で倒れ、田舎に帰されてしまいました。仕事は本当に大変だよ。でも生きていくためには働かなきゃいけない。だから一生懸命働くんだ。お母さんを助けたいんだ。早くお母さんに会いたい。病気が良くなったらきっと一生住めるってお兄ちゃんが言ってたから頑張るんだ。高さ10メートルのカカオの木に登り、カカオの実を取るのは子どもたちの仕事。落ちて大怪我をすることもあります。子どもたちが朝から晩まで働いて稼いだお金は、ここでの食事代とお母さんへの仕送りで消えてしまいます。子どもが親のために働くのは当然だよ。服や食事、生きていくためにはいろんなお金がかかるんだ。だから危険な仕事で怪我や病気をしても、自分たちの不注意で起こしたことは俺が悪いんじゃない。子供たちが気をつければいいんだよ。どんなに服が欲しくても、どんなにお腹が空いても、働かなければもらえないのです。お腹空いた。お兄ちゃん、僕、学校に行って勉強したい。学校を卒業したら白人の国に行っていっぱいお金を稼いで、お母さんに仕送りしてあげるんだ。僕がみんなを食べさせてあげるんだよ。兄弟はカカオの実がチョコレートになることを知っているのでしょうか。カカオの実何になるか知ってる？知らない。これが本当に何になるのかな。ミルクじゃない？兄弟は毎日取っているカカオの実がチョコレートになることを知りませんでした。チョコレートを食べたことも見たことさえもないのです。夕方6時、農作業がようやく終わりました。夕食の時間です。お腹を空かせた子どもたちにとって一番の楽しみです。地べたに座って料理ができるのを待っています。大人たちの料理はテーブルの上。夕食のメニューは干し魚とくず野菜を使ったスープとアクブレと呼ばれるトウモロコシを茹でて潰した主食。1日2回わずかな料理が出るだけですが、子どもたちは一番楽しみにしているのです。しかし子どもたちに笑顔はありません。食事中のおしゃべりは禁じられているのです。おい、コキ、早く食べて寝るんだぞ。夜8時、子供たちの長い一日が終わりました。ここは農園主の部屋。夜になるとマラリア蚊が出るので蚊帳の中で寝ています。もう少しでカカオというの収穫も一段落するな。そうね。ここはアペティとコフィーが寝ている部屋。一つのベッドに5人の子供が寝ています。朝から晩まで働き続けた子供たち、本当はとても疲れているはずなのにおしゃべりが止まりません。ここには怖い大人の目がないのです。コフィー、お漏らしすんなよ。大丈夫だよ、明日も早いんだからもう寝ろよ。朝5時、兄弟が住む家を訪ねてみました。誰もいません。子供たちの仕事は日の出とともに始まっていたのです。朝一番の仕事は水汲み。水のあるところは山道を歩いて20分かかります。水を濁さないようにね。バケツを壊すなよ。バケツを洗ってから水を入れないとおじさんに怒られるよ。朝3回と夕方3回水汲みに来てるんだ。僕たちだけでやらなきゃいけないんだけど結構つらいんだ。こぼさないでよ。こぼしたら汲み直しだからね。朝3回夕方3回、毎日6往復の道のり。水をたっぷり入れたバケツの重さは7、8キロにもなります。この重いバケツを持って山道を歩くのは体の小さな子供にとってはとてもつらいことです。帰りは40分かかりました。子供たちは運んできた水を家にある甕に移します。これはみんなで使う飲み水です。そっちの甕はいっぱいになったのか。はい。3往復して運んできた水も夕方にはなくなってしまいます。水汲みが終わるとすぐにアペティとコフィーは農園主に買い物を言いつけられました。1週間に一度町に出ることができます。しかし町までは歩いて1時間かかるのです。お米ください。彼らが買いに来たのはわずかな量の米でした。これは農園主であるおじさんが食べるためのもの。兄弟はまだ一度も米を食べたことはありません。また1時間かけて村まで戻ります。帰れば休む間もなくカカオ農園での仕事が待っています。帰り道、2人がふと足を止めました。小学校です。お兄ちゃんのアペティはお母さんが一緒に働いていた頃、カカオの収穫と収穫の間のほんの少しの時間だけこの小学校に通っていました。農園の仕事はとっても辛いから、コフィーだけはちゃんと学校に行って勉強して違う仕事をしてもらいたいんだ。僕、学校に行って勉強したい。友達も欲しいし、サッカーもしたい。でも仕事があるから行けないんだ。ガーナでは6歳から小学校に通うことができます。コフィーも今年から通えるはずでした。でも仕事があるので学校には行かれません。アペティとコフィーはお使いから戻るとすぐに仕事に取り掛かりました。取ったカカオの実を割り、中の種を取り出す作業。この種がチョコレートやココアの原料になるのです。しかし子どもたちはチョコレートを見たことも食べたこともありません。コフィーは今日初めて学校を見ました。楽しそうな子どもたちの歓声、勉強する姿が頭にちらつきます。自分も学校に行きたい。その時です。コフィー、何ぼーっとしてるんだ。コフィーは農園主にバスを与えられました。この農園のバスはスクワット。農園主の決めた規則です。手を抜くとこうなるんだぞ。農園主はコフィーが仕事に集中していないことを見逃さなかったのです。子どもたちはこのバスをとても恐れていました。お兄ちゃんのアペティはただ見守ることしかできません。よし、もうやめろ。スクワットのバスは40分。コフィーの体は疲れ切っていました。しかし、休むことは許されません。カカオの実から取り出した種は発酵させるため一箇所に集められます。バナナの葉の上に積まれたカカオの種。こうして5日ほど置きます。発酵することによりカカオ特有の香りが生まれます。発酵したら5日間天日干しをします。このカカオの種が世界中に輸出され、チョコレートへと加工されるのです。わずかな自由時間、アペティは昔学校で習ったことを弟コフィーに教えていました。どんなに疲れていてもコフィーはこの時間をとても楽しみにしているのです。インクが出にくくなったボロボロのボールペン、たった1本しかないアペティの宝物。以前学校に通っていた時に使っていたものです。お兄ちゃんに勉強を教えてもらっている時が一番楽しい。でもちょっと難しい。僕もお兄ちゃんと同じボールペンが欲しいな。コフィーの学校に行きたいという気持ちはどんどん強くなっていました。次の日、アフェティとコフィは農園主であるおじさんに連れられ、村から1時間歩いて町に出てきました。兄弟たちが連れてこられた場所は町一番のカカオ農園主の家。実は私の農園での仕事がしばらく暇になったんで、子供たちは今何もやることがないんです。あなたのところで働かせてもらえませんか？ああ、分かったよ。仕事はいくらでもあるから、いつでも俺の農場で働いてもいいよ。後ろを通る子供たち、これから学校へ行きます。学校ってどんなところなんだろう。農園主の話にも上の空のコフィー。さあ、お前たちもお礼を言いなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。子供たちの少しでも勉強ができるという望みはこれでなくなりました。しっかり働くんだぞ。アペティとコフィは挨拶を終えるとすぐに仕事に取り掛かりました。大事なカカオなんだから大切に扱えよ。この農園のカカオの木は幹も太く、高さも15メートル以上あるので登るのにも一苦労。おじさんの農園よりさらに危険な作業です。落ちたら命の保証はありません。アフェティとコフィは収穫が一段落したことでもっと勉強ができると思っていました。しかしそれは叶わなかったのです。うちのカカオで作るチョコレートは最高だよ。世界中に輸出されてるから、きっと日本にも行ってるんじゃないかな。カカオの実を取り終えると、今度は雑草の処理に取り掛かります。雑草が伸びているとカカオに栄養が行き届きません。腰をかがめながらの作業。15分もすると足腰はガクガクになります。大人でもつらい仕事です。アペティは一人悩んでいました。僕は一生働き続けなくちゃいけない。でも弟のコフィーだけは学校に通わせてあげたい。弟のコフィーは今年で6歳。本来なら小学校に通う年です。でも仕事があるので学校に行くことはできません。朝から晩まで働かなければならないのです。夕方6時、仕事は終わりました。1時間かけて村に戻ります。コフィ、いいところに連れてってあげるよ。兄のアペティが連れて行った場所、それは夕方誰もいなくなった小学校でした。初めて小学校に入ったコフィ。兄のアペティはコフィの夢を一瞬でも叶えてやりたかったのです。本当ならこの学校に今年から通っているはずのコフィ。兄のアペティは弟にどうしてもこの教室を見せてやりたかったのです。コフィの目には何もかもが新鮮でした。初めて座る席、その顔はちょっぴり緊張していました。これが机と椅子、みんなここに座るんだよ。そしてこれが黒板、ここに先生がいろいろ書くんだ。朝からずっと勉強して、夕方になるとベルが鳴って校庭に集まってクラスごとに並ぶんだ。そして神様にお祈りをして家に帰るんだよ。コフィ、この問題答えてみな。6+2 は 6？ 違うだろ。これはプラス2。じゃあここに答えを書いてみて。わかるだろ。わかんないのか。早く答えを書いて。ほら貸してごらん。ここにこうやって答えを書くんだぞ。わかった？コフィーにとって初めての授業。先生はお兄ちゃん。突然アペティが私たちにこんな質問をしてきました。僕らが毎日取っているカカオの実がチョコレートになるって聞いたんだ。チョコレートってどんな食べ物なの？アペティ11歳。チョコレートがどんな食べ物かも知らず、一生カカオ農園で働き続けなければならない少年。しかし自分はどうなろうと弟だけは学校に行かせたいと思っていました。そんなアペティの夢は大工さんになりたい。本当は今年から小学校1年生になっていたはずのコフィー。でも仕事があるので小学校には行かれません。勉強して白人の国に行っていっぱいお金を稼いでお母さんを楽にしてあげたいと思っているコフィーの夢はトラックの運転手になりたい。